木々の匂い、川のせせらぎ、鳥のさえずり、海風の香り。日々の喧騒を忘れ、広大な大自然を独り占めできるダイナミックなアウトドアスポーツ、それが釣り。一口に釣りといっても楽しみ方は様々。この番組では釣り方のテクニックだけでなく、広大なフィールドで繰り広げられる釣りそのものの醍醐味も感じてもらいたい。あなたが出会ったことがない釣りの世界へ、釣りがあなたの日常となるように、釣りのある生活をあなたに。新番組フィッシングデイズのスタートです。今回のフィールドは大分県南部に位置する与野渦。このエリアは九州と四国の間を流れる豊後水道の影響で潮通しも良く、魚影も濃い磯釣り師憧れのフィールド。この日渡った磯は横島三番、言わずと知れた超一級磯だ。その与野渦で狙うターゲットは、上物釣りの代名詞ともいえるグレ。そしてそのグレに挑む記念すべき初回を任されたアングラーは、おはようございます、イグマヒロユキです。一匹でも、釣って大きいグレを、皆さんにお届けできたらなと思っております。よろしくお願いします。イグマは磯からのグレ・チヌ釣りを得意とし、正確向きな巻き絵ワークで巻き絵と挿絵を同調させて数々のビッグトーナメントを制した深瀬釣りの名手。今日のイグマの仕掛けはご覧の通り、浮きはマイナス浮力の02、重りは使わず仕掛けが馴染むとゆっくり沈んで、自然に狙いの棚で巻き絵と同調させてグレを狙い撃つ。今回の注目ポイントは3つ。浮きを沈めた時の当たりの取り方、当日のヒットパターン、そして巻き絵と挿絵の同調方法だ。訪れたのは2月下旬。気温水温が最も低下し、産卵を意識したグレが増え始めて、警戒心から餌を食いしぶるタイミングだ。まあ今から釣り始めるんですけど、とりあえずこの磯際、足元に巻き絵を打って、潮の流れと魚が何が出てくるかっていうのを、確認します。今潮の流れは、右の方からこの磯に当たって上がって、右からこう跳ねて本流が左沖にずっと行ってます。その潮に左から湾の中からこう引かれてこう右に行ってる状態、ちょうど あそこが潮目になるんですけど、まあ、あの中に仕掛けを差し込んでいって、グレを狙っていくように、今イメージしてます。で、今磯際に打ったら水温が今下がってるんで、偏光グラス越し見ても、魚が見えない状況。まあとりあえずこの引かれからあの本流に当たる、本流の方がやっぱ潮が早くこう押しが強く通してるから、水温が下がるとそういう中にあんまり魚が入っていかないんで、こういう左からのこの引かれ潮からずっとあのいわゆる本流との合流点、潮目の方に向かって状況に応じて棚を深く探るようにしたり、狙い場を変えたり組み立てていくような、とりあえず状況を確認しながら釣っていこうかなと。イグマが選んだのは小さくて軽い4号のグレ針。食いが渋くても違和感なくグレが吸い込むサイズだ。先に
蒔絵を打って、その打った流れに対して仕掛けが合うように入れて、で流していきます。で足元に餌取りいなくても、例えば時間帯とか潮が変わると足元からこうチラチラっと魚が見え出すっていうことはになった時に、潮が良くなったなっていうような判断ができるから、とりあえずこう餌取りがいなくても足元には打つっていうような、まあそういうスタイルで釣っていきます。なんと狙ったポイントで1投目からヒット。姿を見せたのは本命のグレ。イグマプロ、お見事です。はい、いきなり1投目で1匹目、記念すべきフィッシングデイズの1匹目になりました。で、まあこれがですね、この愛らしい目、このブルーの目が、釣り人が情熱を注いで虜になるような、魚です。これが、グレです。サイズアップを狙いながら、数釣れたらいいなと思ってます。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。今日使用しているタックルは、竿が、1号の、5.8m です。ラインは、道糸は 1.5 号で、ハリスも 1.5 号です。で、道糸はやっぱりこういう風の強い時とかを考慮すると、仕掛けが流れていきたいところにうまく、仕掛けを流せる、いやなるべく海にこう入っているラインが細ければ細いほど、うまく流せるので、道糸は 1.5 号を使ってます。でハリスも 1.5 号で、もう今潮目の中に入って、浮きが全部もうそれに引かれてこう入っていってるんで、ここ来たです。あ、外れたやっぱね、食いが渋いんでしょうね。さっきも1匹目もタモ入れた時にもう入れて針を取ろうと思ったら外れたんで。水温が低い時は早合わせは禁物、バラシの原因になります。イグマが使う浮きは浮力の小さい02。そう、02の浮きは重りを使わなくても仕掛けが馴染み、潮を受けるとゆっくりと沈んでいく。一般的に深瀬釣りは浮きの動きで当たりを判断するのだが、浮きが沈んでしまうとその判別が難しくなる。どのようにして当たりを取るのか、そこが今回の注目ポイントだ。それではこの後、浮きを沈めた時の当たりの取り方をトーナメンターのイグマプロが実践。果たしてどう当たりを見分けるのか、よくご覧ください。ロッドの穂先と道糸に注目です。おー、乗った乗った。今だいぶ送り込んだです。もう一度ご覧ください。
今の当たり分かりましたか？浮きが沈んだ後は道糸を張らず緩めず管理。魚が食ってくれば道糸が走り、竿先を引き込む当たりとして伝わるのだ。今ちょっとこの前に当たりあって外れたのを考えて、ちょっと針はまあとりあえず変えずに、スケーサーをもう 針にもうちょうどのサイズで刺して、で当たってもう糸をだいぶ送り込んだです。な、釣れました。イグマは杭が渋い状況に合わせてワンテンポ遅らせて合わせを入れたのだ。相当やっぱ杭が渋いんでしょうね。外れたのがあったから、今なるべく穂先に乗してコッと合わせずに、今だいぶ送り込んだです。仕掛けが馴染んだら道糸を出しながら張らず緩めずの状態をキープ。すると、おお、当たった。前当たりと思われる反応の後、竿先を押さえ込む本当たりへと行こう。魚の重みを感じてから合わすことがヒット率向上につながる。これもう当たりが出てたんですけど、そのままもう止めて穂先にこう乗ってくるまでじっくり待って、今日は針外れが多いからもう飲ませるぐらいの勢いで ずっと待って穂先で当たり取りました。朝一番の針外れで魚の活性が低いと判断。じっくりと食い込ませることで釣果につなげた。ちょっとサイズアップ、いい方のグレース。連発に持ち込んだイグマ、そのヒットパターンを詳しく聞いてみた。そこの潮目を釣るんですけど、左からの光潮からその潮目の中に入れていくっていうような、水温が高水温で、まあ高水温というか適水温の時は直接ダイレクトであの潮目の中狙っていけば、あの潮目の中で出てくるんですけど、まあこういう時期、低水温の時期は、左からのこの緩い流れの中に入ってくることが多いんで、そこを狙っていきます。なのであそこの中に入れ込むまでが、勝負と思ってますから、そこを狙っていきます。イグマの考えはこうだ。適水温期なら本命となる本流側の速い流れは避ける。逆に狙い目となるのは本流へと引かれる緩やかな流れ。狙い方としては、まず先打ちの蒔絵を潮上へ、そしてある程度インターバルを取ってから先打ち蒔絵と同調するように仕掛けを投入。食わせる場所は本流との合流点の手前だ。蒔絵を光状の中に入れて、で先にこうで、そこの入れたところに流れが右に行ってるんで、それを計算して入れていくと。で、まあ追い打ちを、流れが結構あるんで、まあ追い打ち負けをして、で、あとはもう張らず緩めず、あんまり張りすぎると仕掛けがうまくこう入っていかないから、仕掛けを張らず緩めずでこう流していきます。今ちょうど左沖に投げた仕掛けがちょうど今自分の正面に来てます。蒔絵に寄ってくるグレ、狙いの棚で蒔絵と刺し絵を同調させ狙い撃つ。まあ当たったですけどね。
当たって当たって当たってずっと今ずっと当たってるんですけどね。よっ、これは浅かった。で、今日使ってる竿はですね、いわゆる本調子っていう、調子、魚がかかったらもう竿全体が魚の引きを受け止めて、じわーっと浮かせてくるっていうような、そういう、調子の竿になって仕上がってます。なのでかけた時に魚の引きを味わえるんで、私的にはすごく気に入って、使用している竿です。足元には粗い沈み根があり、カワセミは 5.8 メートルの竿の長さが生きる。おしょ。これまあまあですね。よっ。これはいい方。が、思惑通りの一匹、まさに至福の瞬間。名手の冴える技。ここで今回のもう一つの注目ポイント、イグマ流巻き絵と刺し絵の同調方法をご覧いただこう。その、まあ、深瀬釣り、まあ、グレ釣り、まあ、今日グレ釣りなんですけど、グレ釣りでやっぱりね、一番大切なのはあの巻き絵に魚が寄ってくるわけだから、巻き絵と仕掛けの同調をやっぱり最優先に考えた釣りっていうのが基本のベースとしては、重要だし、私も そこを一番意識して、釣ってます。ちょっとずれたかなっていうのがやっぱ中にはあるんで、その時はやっぱり当たりがねちゃんと出ない。だからやっぱり巻き絵と仕掛けの同調っていうのは、大切です。で、足元に巻き絵打って、先に巻き餌を置きに本命のグレ用に打ちます。で、先に打つ大きな理由としては、針のついた付け餌、針のついた付け餌っていうのは比重が重たいんで、針がついてる分、なので早く沈むんですよね。で、早く沈むから先に打って、それから、スケーサーが巻きエサを追いかけるようなイメージでこう釣っていきます。先に仕掛けを入れて、巻きエを入れると絶対にスケーサーが先に、沈下していって、巻きエサが追いつくことはないから、海の中での同調を考えるとなかなか同調してるとは言えない。必ず私は意識してやってるのは、先に巻き餌を打って、そこにピンポイントに正確に、仕掛けを放り込んで、巻き餌を追いかけながら付け餌が同調していく、巻き餌の中に入っていくっていうような、そういうイメージで釣ってます。巻き餌と刺し餌がうまく同調すると魚は食ってくる。当たったな。よいしょ。正確に確実に同調させて、低水温機でもグレを連発。これまあまあですね。重たかった、よく引きました。浅い時っていうのは当然早くグレが浅い棚で食うから、あんまり時間を空けない。で、深い時は当然先に巻き餌を打って、まあ例で言えば20秒後にそこに打ち込む。で、上からだん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 こう追いついていって、深い棚で、同じ層で、付け餌が追いついて巻き餌と合う、そういう、変化をさせるっていうか、巻き餌の中に付け餌を入れるんじゃなくて、もう、巻き餌の動きも付け餌の動きもなるべく合わせてこう落としていくっていうか。
よいしょ。今当たってますね。当たってるんだけど、ちょっと糸を送ります。針外れ多いから。よいしょ。低水温でもこれだけ釣れれば本当に面白い。イグマの技が冴え渡った今日の釣りだ。まあ、いろいろこう試行錯誤しながら、こうやってまあ目指してた、4乗バーの、グレーが釣れるっていうのはやっぱ引き味もいいし、やっぱこういうのが結果としてねこう出るとなんかやっぱやめられませんよね、これね、うん、もうやっぱこういう時の一匹っていうのはすごい嬉しい、釣り人にとって至福を感じるっていうか、まあ引き味もいいしいいですね。釣りが終わりました。まあ今日一日使った、磯、どうしても負けがこぼれるんで、余裕を持ってさちょっと早めに畳んで、でこう磯を流すっていうように私はしてます。はい、お疲れ様でした。今日は、フィッシングデイズの第1回目の、放送でした。もう風も冷たくてね、玄関機の、グレー、狙ってサイズが中型がポロポロと釣れながらも、まあ狙いの40オーバーも含めて、どうにか、釣ることができました。このフィッシングデイズ、これからはですね、いろんな釣りを、皆様の方にお届けしたいと、考えてますので、これからもどうぞフィッシングデイズよろしくお願いします。磯釣り師が熱くなる魅惑のターゲット、グレ。低水温機の気難しいグレをターゲットに繰り広げられた名手の冴える技。潮風の香りを楽しみながら大海原を独り占めできるのはまさに釣り人の特権。壮大な風景をバックに豪快なファイトを楽しもう。